はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もデュエルリンクスラジオのお時間でございます。本日のトークテーマはこちら、フォーというキャラクターについて。こちらですね、フォーさん大好きな方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、ゼアール、遊戯王ゼアールのねキャラクターの一人でございまして、フォーさんね、とても人気キャラクターなんですよ。なんでかっていうと、害悪だから、害悪だから人気なんですよこのキャラクターね。でゼアールのキャラクターの中でもかなり人気のあるキャラクターでございまして、これが、まあ、そろそろデュエルリンクスにもね登場するということで、この辺で一回フォーさんを解説していきたいなというふうに思っております。まずですね、フォーっていうのが何者なのかという問題について、ゼアールに出てくる敵キャラクタートロン一家の次男でございます。長男が V、次男が4、ね、三男が3、父親がトロンと、まあ、この、一家のことですね。でトロンはかつての仲間ドクターフェイカーに裏切られたことを根に持っていて、でドクターフェイカーに強い復讐心を持っています。で、このトロンっていうキャラクターはね、これ元々大人なんですけども、次元の狭間をさまよっている間に子供の体になってしまったっていうね、悲しい過去を持っていて、それがドクターフェイカーのせいなので、復讐心を持っていると。で彼らの息子、まあ、要は 4V3 ね、もその父親と同様ドクターフェイカーへ復讐をしようと画策しております。ゼアル内で行われたデュエルチャンピオン決定戦っていう大会があったんですけども、これの優勝者がこのフォーさん、何を隠そうフォーさんです。アジアエリアのチャンピオンですね、まあ、インセクターハガみたいな感じですね、デュエルモンスターズというところので、当時その大会で決勝を戦ったのがシャークさんなんですよ。シャークさん VS フォーで戦って、でフォーが勝ってフォーが優勝してアジアチャンピオンになったっていう、まあ、そういう経緯なんですけども、このフォーさん非常に卑劣です。非常に卑劣、自分の使う予定であったデッキをシャークさんの控え室あたりにあえて置いて退出することで、シャークさんに自分のデッキをカンニングさせるんですよ。でシャークさんを失格にします、その行為によって、カンニング行為によって。でシャークをデュエルの表舞台から消し去るというね、卑劣な行為を行った張本人でございますね。あまりにも不自然にねデッキがばらまかれて置かれていたんで、まあ、それをカンニングさせたフォーさんは当時おそらくこんな顔をしていたでしょう。計画通り。さらにシャークの妹を事故に巻き込んだのもフォーだということが後々明かされます。圧倒的邪悪です。その卑劣さはゼアル界でも 1,2 を争います。まあおそらくねベクターといい勝負ですね。ベクターさんと目的のためなら手段を選ばないという下道さはまさにインセクター派がといったところ、アジアチャンピオンでもあるし、こいつって虫野郎の生まれ変わりか。シャークさんが不良と絡むようになってしまったのは、まあ、ぶっちゃけこいつが原因です。そして彼がねどんなデュエルをするのかという話ね、ファンサービスと称して相手をボッコボコに叩き潰す下道でございます。はい、下道の手口、まずは自分のファンをデュエルに誘います。はい、で相手のモンスターの攻撃をあえて受けてから相手に希望を持たせましてですね、そこで吐く最低のセリフ、お前たちのデュエルは素晴らしかった、コンビネーションも戦闘も、だがしかしまるで全然この俺を倒すにはほど遠いんだよねというセリフね、これが出たらもう止められません。フォーさんのファンサービスというのは自分が気持ちよくなること、これにつきます。最も有名なセリフはカイトとユーマと戦っている時にフォーさんが言ったこの伝説のセリフ、なんで俺に気持ちよくデュエルさせれんだという一言、これがねインパクト大、あまりにもインパクト大。ここで小鳥ちゃんが放つ衝撃の一言、なんだこの人というセリフは視聴者全員の声を代弁していたと言っていいでしょう。シャークさんとは因縁があって何度も対戦をしております。シャークさんがフォーとデュエルする際に放った一言、お前の一番のファンの顔を忘れたかというセリフはファンの間でもよく知られております。ゼアルの前編の57話あたりで一旦まあ姿を消しまして、フォーさんね、で出番が少なくなったんですけれども、114話ぐらいで再登場しまして、その際にですねシャークに言われたセリフをそのまま返すんですよ。フォーがシャークに、お前の一番のファンの顔を忘れたかと言いながら再登場するんですよ、フォーさんが。このシーン非常に熱いです。フォーさんのファンである僕らは大いに盛り上がりました。ここでフォーさんを語る上での名言を3つ押さえておきましょう。この3つを押さえておけばフォーさんごっこができます。まず1つ目、ほど遠いんだよね。2つ目、ファンサービスが僕のモットーですから。3つ目、なんで俺に気持ちよくデュエルさせれんだ。この3つです。この3つ押さえておいてください。最後にどんなカードを使うのかという話、ここから真面目な話ですね。
ギミックパペットデッキの使い手ですね。ギミックパペットっていうのは機械族テーマでございまして、ランク8を主に駆使して戦うエクシーズデッキでございます。バーン効果をまあ持っているモンスターが多い印象ですね。ちなみに闇属性機械族のテーマなので、デスペラードとかとは相性がいいかもしれません。エースモンスターはこちら、現れろナンバーズ15、地獄からの使者、運命の糸を操る人形、ギミックパペットジャイアントキラー。こちらです。通称 M 字開脚と言われておりまして、ジャイアントキラー、エクシーズ効果モンスター、ランク8、闇属性、機械族、攻撃力が1500、守備力が2500と、ちょっとね、ステータスが弱いんですよね。ただし効果、非常に強くて、自分のメインフェーズ1に、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて、相手フィールドの特殊召喚されたモンスター体を対象として、そのモンスターを破壊すると。破壊したモンスターがエクシーズモンスターだった場合は、さらにそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与えると。この効果は一旦に2度まで使用できる。まあ、つまりですね、2体相手の特殊召喚したモンスターを破壊できるということですね。起動効果ではあるものの、特殊召喚したモンスターを最大2体も破壊できるのは相当強いですね。ちなみに効果を発動するときの演出がかなりエグくて、自分のなんかね、手の、あの糸で相手モンスター捕まえるんですよ。で、胸の部分が開いて、そこに相手モンスターを引きずり込んで飲み込むというね、およそカードゲームかこれっていう、と思えないおぞましいシーンが見れますんで、よかったら皆さんアニメをご覚ください。ステータスがね低くて耐性もないんで、基本的にはまあ高校から出して相手を除去していくっていう使い方になるんじゃないかなと思ってますね。まあ、多分デュエルリンクスにはこなそうな気がしますけどね。なんで俺に気持ちよくデッキを組ませねえんだ。はい、というわけで以上がフォーさんの解説になります。ベクターと並んでなかなかのクズキャラ、害悪キャラでございまして、人気キャラクターでもありますんでね、ぜひ皆さんもイベントを楽しみましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。次回もフォーさんのファンサービスを待ちましょう。ファンサービスが僕のモットーですから。